朝一打ち合わせ終わりまして、よし帰って支度します。で昼から会計士協会の新しいお仕事の打ち合わせなので、ちょっと今から用意します。ではでは。アドバイザリーボードというところに入ってくださいということでご指名いただいたので、ちょっとそれの初回のキックオフですねを今からやります。こんにちは、小山です。すいません、ちょっとカメラの位置がちょっと悪くて下向きがちですけど申し訳ないです。お世話になります。すいません、チャットで ありがとうございます。何回も助かります。よし、ちょっと一件アポがあるんで行ってきます。今日最後の認定試験受けるんで、ラストあと3時間ぐらい勉強してから試験受けます。ね、大丈夫。11時からテストなんで、もうちょっとやって、でその後ジム行きます。最後の認定試験、受けます。最後。よし。スタート。よし。頑張ろう。22分。ドン。これでやっと取り終えました。こいつドバイで通信短期をズタボロで受けたらこんなことになっちゃいました。終わった。はい、お疲れ様です。12時、やっとさっき認定試験最後の監査終わってやっと終わりました。認定試験がで、明日から、模範試験に向けた勉強をひたすらやります。 FAR かな、勉強に関しては。またいろいろですね、会計士業界のお仕事が結構降り注いでますので、ちょっとそれを明日日中やりつつ、はい、楽しみたいなと思います。なんかもう年明け早々いろんな話とか、去年から進めてきたものが形になったりとか、なんかすごいいい感じですね。あとはコロナが落ち着いて自由に海外とか行きたいなっていうのぐらいで、はい、そんな感じで、とりあえず今日は今からご褒美のジムです。今ガブのトリミングを出して今から打ち合わせです。となんとまた大きなお話が数点入りそうなので頑張ろう。よーし、はい、お願いします。小山です。よし、打ち合わせ終わりました。昨日のリセットしよう。あ、リセットして、おいで、今からちょっと仕事するのと、今日はちょっと早めに勉強始めようということで、ちょっと着替えよう。首締まるからね。そうですよね。あ、それまた別のプランだったんです、見てたら。ドリミング終わりました。やべえ、今は本試験に受けたガイダンスを聞いてます。
こういう時間が結構大事ですね。あの昨日で認定試験、単位試験全部取り終えて、まあ、それも爆速で2ヶ月半ぐらいで取り終えたんですけど、で次やっと科目、各科目4科目あるんですけど、あのそれの勉強、本試験に向けた勉強ができる期間がこれから2ヶ月ぐらい、3ヶ月かな、ありますと。よし、終わろう。はい、今日は一旦これにて終了。ではおやすみなさい。よし、はいあのびっくりしました今、はい、東京大丈夫なんですかね、いきなりあの今まで、はい、ズーム2件目。あ、わかりました。あの画面共有だったら僕パソコンからも入るんで、言っていただいたら大丈夫なんで。ちょっとお腹すいた。よし、ちょっと打ち合わせ続きなので出前を頼みました。美味しそう。お願いします。すいません、ありがとうございます。そこちょっと冷たいですね。ちょっとそのどの部分かって分かってないので、あのやってるよ。よし、一旦終わりました。やりきった。読書して寝ます。久々に料理でもします。ふるさと納税であのお肉が届いたので、ちょっとそれを調理してみようかなと。ちょっとね、後で油で手が汚れるのあれなんで、ちょっと半分ぐらい。おはようございます。なんで今日はこれからですね、サロンの相談会だったり、あとなんだ、あと YouTube ライブもしようと思ったり、あとですね、ちょっといろいろ土曜日なんですけど、書類仕事溜まってるんで、ちょっとそれもねやりつつ、今日はそんな感じで、まあ、在宅ワークしつつですね、あと夜からはまたまたサロンなんですけど、オンラインサロン定例会、ちょっとそんな感じで配信メインですね。配信業をちょっと楽しみたいなと思います。ただね、めちゃめちゃいい天気なんですよね。めちゃめちゃいい天気なんで。はい、もったいない。もったいないぐらい。どーんと。めちゃめちゃいい天気ですよ。これいつも自宅配信だったりして、はい。ちょっとすいません。お願いします。自宅ですよね、見た感じ。2軒目。音は聞こえてます。大丈夫ですか？僕も聞こえてます。7時からサロンの、定例会なので、それのちょっとスライドの最終チェックしよう。はい、今から、定例会に移ります。ちょっと準備だけしよう。よいしょ。あと5分で始まります。メガブ、で前回の新年会でも発覚したんですけど、結構 YouTube チャレンジされている方が非常に多くてですね、あのそういったあの YouTube の裏話だったりとか、まあ、そういうのも聞けるんじゃないかなということで、なかなかない機会というか。また久々に車で登場します。あのサッカーもやっぱりどうしても遠い場合が多いんで、県外のこともあったので、もうそれはちょっとできるだけセーブして、もう仕事と勉強にもうリソース割いちゃってるんで、まあ、今日はですね、一応横浜っていうのと、まあ、午前中だけで終わるっていうのと、あと一応 CEO って言って、あの経営者
CEO のフットボールクラブっていう感じで、経営者だけの、まあ、ゴルフに近いような、なんだろう、交流にも近いような、ちょっとね、それはちょっと個人的にも行きたいし、まあ、時間もそこまでロスしない、でもちろん、耳隠しながら、はい、行くので、往復の時間もまあ無駄にしないようにって感じで、はい、行ってきます。まあ、日曜日ですしね、まあ、半分ぐらいはこんな感じで、ちょっとリフレッシュして。終わってシャワー浴びて帰ってきました。ネガズ昔もらったね、もらったね、それ好きだね。よし、ちょっとパスタを食べて仕事しよう。次はキャリア相談のズームですね。 YouTube の企画で立ち上げたキャリア相談をやりましょうかねと、ところでちょっとズームを用意しよう。お願いします。早速なんですけど、もうね、僕のことはご存知だと思うんで、はい、一応キャリア申し込み書は見まして、はい、はい、もう早速本題で全然大丈夫なんですけど、お食事の時間です。チキンステーキパック語彙力頼みました。You got boys waiting in line.